皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は3月28日木曜日、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ね、ご紹介させていただいた新規初投稿はサマンサさんからのね、ボスの、ES5、5ループのね、プログラマブルスイッチャーでね制御された、もうとってもねお手本のような綺麗なね配置のボードで、綺麗なといえばですね、この LED でね、全部がねもう電源入れて光っているこの状態でね、多分狙って映されたと思うんですけど、綺麗ですよね。で、配線もね、パッチケーブルが、赤でね全部統一されていて、パワーサプライも、VA08M2 ですかね、バイタルオーディオ、それから、コルグのね、ペダルチューナーというかね、チューナーですかね、こういった赤もですね、なんかパチケーブルと相まってですね、なんかすごくね、かっこいい、ボードに仕上がっております。サマンサさん投稿ありがとうございます。また改めてね、紹介していきたいと思います。それからね、ご常連のミヤくんさん、ボーカル用のね、エフェクターボードということでね、フェボー初だと思いますね。これ、ボードをね、パカッと開けるとね、このマイクがもう入っているということでね、これも驚きですよね。マイクもね、こう高いやつ使われてるんですかね。それから、エフェクターの方はね、こう3種類綺麗に揃ってますけど、これあの、TC エレクトロニックのね、同じグループ、のね、TC ヘリコンっていう、ブランドですね。ちなみにミヤくんさんはね、もうものすごい大型のスイッチャーボードこんな感じで組んでいて、ズームのマルチもなぜか2台入っていたりですね、非常に大型のボードをギターの方では組まれて、いる方でございます。誠にありがとうございます。そして、今日のバナーですけども、ロックボードのね、ペダルボードシリーズということでね、昨日ちょうどこのロックボードの、フラットパッチケーブルのね、ちょっとだけ説明させてもらいましたけども、こちら、新しい、ブランドのね、ボードになりますので、ぜひともね、バナークリックしていただいて、情報をゲットしていただきたいと思います。取り扱いはね、コルグさんですので、安心していただけると思いますけども、店頭にね、まだあんまり並んでないみたいなので、ぜひともね、これ情報をゲットしていただいた上で、お店の方々にね、これ入れてとかね、これ見たいんだけどみたいな、プッシュしていただくといいかなというふうに思います。それからね、今日はちょっとだけのご紹介になるんですけども、昨日ご紹介したティッキーさんのね、ボードありましたよね、テレキャストボードっていうね、もうこれね、感激して、やっぱギターとエフェクターボードだよなとかって思っていたらですね、昨日バイタルオーディオブランドをね、取り扱いの、展開されている、フックアップさんからですね、新しいバナーがね、エンカウンタースイッチャーのね、新しいイメージ広告とともにギターのですね、広告がエフェボー初めて入ったんですよね。これ嬉しいですね。こちらね、なんかプロ仕様のね、G1 リボーンというですね、MD ギターという、ブランドがあるんですけど、こちらとですね、それからランドスケープというですね、これナイロン弦を張っても添え落としますし、アコギの弦を張っても、エレアコの音がするというですね、非常に優れもののですね、両方マルチに対応できる。で、しかもね、カラーリングがこんな感じでバナーをクリックしていただくと出てきますので、まずはね、バナー見かけたら情報をゲットしていただきたいなというようなギターの広告がエフェボー初で入りましたので、とっても嬉しかったですね。次はね、なんかアンプとかね、先ほどのね、ロックボードのね、こういうボードのね、とかね、あとフラットパッチケーブルとかね、いろんなこうバナーが入っておりますので、いよいよギターも入ったかということでね、次はアンプとかね、そういうのもね、お待ちしておりますので、メーカー商社の方々ぜひともね、ご検討いただきたいというふうに思います。こういったね、バナーも非常に皆様方にとってね、大切な情報だというふうに思っておりますので、これからもね、バナーの方、チェックいただきたいというふうに思います。そして最後になりますけど、フェボーのツイッターですね、おかげさまで6450、超えたらいいなって言ったらですね、今朝見たら6466フォロワーということでね、もうフォロー返ししなくちゃと思ってるんですけど、FFO アワードのね、集計なんとかね、今週中に終わらせて、4月のね、上旬にはリリース発表したいと思いますので、新設部門もありますのでね、フォローバックとかね、ちょっと皆さんに絡んでいく姿勢とかですね、ちょっと今低下してますけれども、フォロワーが増えてますということでね、まずはお礼を申し上げたいと思います。引き続きね、FFO ともども、FFO チャンネルもね、楽しんでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではね、本日木曜日もね、音楽と機材妄想を胸にね、元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。